J2 リーグの第40節福田電子アリーナで行われた一戦です。亀田選手の200試合出場記念セレモニーを終えて試合は10分に動きます。いや本当にこう試合入った時からねイエローカードもらってねちょっとすごくこう気合い入ってた松島選手がねこのコーナーキックで得点を取れたというのは千葉に勢いをもたらしましたよね。はい、前半10分松島のゴールです。千葉先制です。22分です。熊谷がここで溜めて、うん、時間作ってスペースに出てきた町田大和。いやこれ人が変わるとねあのこういう誰かが飛び出るっていう形は千葉は試合を通してやっぱりこうやってましたよね。はい、左から町田が流れてきてフィニッシュという形でした。12分後半です。町田がつないで矢田リターンもらって切り返し柔らかいクロスに船山。つなぎで、ね、ボールを受けるだけじゃなくてねやっぱりこう最後はやっぱりゴールを決めるというところでね非常にいいシーンが来たんですが一回ちょっとこう前を振りして背後取りましたよね。もうボールも良かったですけどあとは決めるだけでしたね。後半31分です。変わった宇高が絡んで入っていってシュート、当たったボール佐藤明宏の横を抜けていきました。まあ、途中からちょっとこう一列下がったポジションしてましたけどやっぱり彼がねやっぱこういうところでシュートを打つシーンを作ったりとか、まあ、そういうシーンを見たいですよね。後半41分です。これもコーナーキックからの流れでした。セカンド熊谷がうまく拾って左に展開。ここで数的優位作って、はい、町田大和左足のクロス真っ島そらして小島シュート。常に松島も、ね、あの2は狙ってましたし特にこのサイドでの数的優位というのは、ねまあ、下平もそうですけどやってましたし、はい、こういう形が、ね、非常に試合を通してよく出てましたよね。はい、まあ、松島の本当にこの、まあ、パス素晴らしいです。